ミャンマーで発生した大きな地震について、振り返っていきたいと思います。まずはこちらの方ですけれども、地震の発生した日、3月28日15時20分頃です。ミャンマーの内陸の方で発生しました。地震の規模を示すマグニチュードは 7.7、震源の深さは10キロでした。こちらの方ですけれども、内陸で発生したということもあったので、津波の発生はありませんでした。で、こちらの地震ですけれども、もう少し詳しく見ていくとですね、こちらはアメリカ地質調査所 USGS のデータになるんですが、ここにオレンジの丸がいくつかあるんですけども、この真ん中にある大きいのは今回の地震本震になります。その後いくつか余震の方が発生しているわけなんですが、ちょうどこの辺りにですね、断層が走っているような状況です。この断層が動いたことによって発生したんですけども、今回のこの地震ですが、メカニズム的には横ずれ断層といったような状況で動いています。今後もですね、この横ずれ断層、震源も浅いということもあるので、同規模の地震がまた発生する可能性があるかなといった状況です。今回のこの地震ですけども、もう少し細かく見ていくとですね、これがですね、震度の分布というふうに見ておいてください。で、一番色の濃い赤いところが国際基準の改正メルカリ震度階で9という形になります。日本の震度に直すと約、震度6強という形となるわけですけども、こちらのこのエリアなんですが、震度6強に見舞われたところの町の人口ですが、佐賀人数というところが7万9000人、またメイキティラというところが17万7000人、このだけの人口規模のところで震度6強の地震が発生したといったような状況でした。で、こちらの方も USGS が想定している人的被害というところについて、推定したものなんですけども、人的被害としてですね、1万人から10万人規模でその可能性があるのではないかというところが 34% という形になっています。現在ミャンマーからこのような情報というのはまだ詳しいものは入っていませんけども、かなりの規模の人的被害が今回発生したものと想定されます。こちらミャンマーの方を見ていきましたけども、今ですね、ミャンマーから離れたタイのバンコク、こちらの方でも大きな被害が発生しています。こちら AFP 知事からいただいているタイバンコクで建物が倒壊している写真になるわけですけども、かなり大きな建物が、こちらおそらく建築中だったと思うんですけども、倒壊しているような状況です。今回タイのバンコクではですね、このような建物の倒壊であるとか、あとは大きな揺れを感じたという方が多くありました。実際ですね、ウェザーニュースのバンコクの事務所の方にスタッフから聞いたところによるとですね、かなり大きな揺れを感じて、避難をしたといったような情報も出ています。で、今回のこのバンコクの方なんですけども、震源がここです。で、バンコクがここなんですが、ここの距離がですね、だいたい1000キロあるんですね。1000キロの距離離れたところでこういったような現象が起きたという形なんですけども、じゃあ実際このバンコクの方でこれだけ強い揺れがあったのかどうかというところなんですが、そのあたりについて見ていきたいと思います。で、こちらの方が実際にバンコク付近で、震度の解析を行ったものなんですけども、大体日本の震度でいうとですね、弱いところだと震度3ぐらいですね、3から4程度といったような状況です。国によってですね、耐震基準なども違うので一概には言えないんですが、そこまで大きな揺れではなかった。ただし先ほどのような大きな建物が倒壊するようなこともあったというような状況でした。あといくつか報道などによると、特に高い建物ほどゆっくり大きく揺れたといったような情報が来ています。そのあたりを考えてみると、地震波の周期が影響したのではないかと思われます。で、地震波の周期というのはどういうものかというと、地震の波がこういう形となっているわけですが、最初の立ち上がりから一旦例えば上の方に揺れて、その後下の方に揺れて、また元の位置に戻る、ここまでを一つの周期とするわけですけども、例えばここが1秒間であれば周期1秒という形となります。で、今回ですけども、ここで、周期の長い波、これが出たんではないかと思われます。で、こちら通常地震と長周期の地震ということで比べているんですが、
周期の短い波というのはですね、比較的日本であれば例えば木造の建物であるとかそういうところではかなり大きく揺れる形となります。ただ高い建物ではそこまで大きく揺れないといったようなところがあるんですね。これは周期の短い地震波という形になります。ただし長い波になってくると木造の小さな建物などはあまり大きく揺れないんですが、高層ビル、ある程度高さがあるビルなどはその周期とビル自身が持っている揺れの周期ですね、それが一致してしまうことによってかなり大きく揺れるという形になります。場合によっては先ほどのような形でその周期が一致したことによって建物が倒壊するということも考えられるという形になります。で今回ですけども、この長周期の地震波というのは非常に遠くまで届くんですね。ただ短い波というのは近くまでしか届かない。この長周期の波が届いたことによって1000キロ離れたバンコクの方で大きな被害が出ているのではないかなということが言われます。見ることができます。であとこちらの方ですが、これはですね、日本の鹿児島の佐多にある防災科学技術研究所の設置してある地震計なんですけども波なんですけども、この辺りを見るとですね、一つの波の大きさがかなり大きい周期の長い波が観測されています。ですので今回のミャンマーで発生した地震の波、これはですね、長周期の部分は日本まで到達していたということが言えます。ただ日本に来るまでの間としてにはだいぶ減衰しますから、実際に震度として観測されることはなかったんですけども、このような形で長周期の波の方はかなり遠くまで届くという特徴があります。ですので今回振り返ってみるとですね、ミャンマー国内においての地震の被害、ここに関してはまだまだ詳しい情報は入っていません。ただしこの揺れの大きかったエリアではかなりの人口がありますので、人的被害も大きくなるだろうということが予想されます。また長周期の波によって離れたバンコクの方でもおそらく比較的高い建物ほど大きな揺れを感じた方が多いかと思うんですけども、建物被害なども発生しているということもありますので、これからの状況、復旧などが懸念されるところです。また先ほど見ていきましたけども、震源が浅い横ずれ断層ということもあるので、今後もですね、また新たな地震が発生する可能性がありますので、最新情報は確認していただければなと思います。以上、ミャンマーで発生しました地震について振り返っていきました。